こんにちは。ミカズルーム。ミカズルーム。第四、あ、田島美香です。エクション美香です。今回第4回。4回目です。ということで、まあ、それぞれの動画の目的、自己紹介、私と福島美香さんと、で、今3回目まで行って4回目。今日は、まあ、季節にちなんだお話などをしていきたいと思って、ちょっとお菓子とかもいろいろありますね。はい、じゃあどうします、せっかくだ、どっちから先行きます。なんか私お茶冷めちゃったりしない。じゃあ先やっちゃっていいですか。 OK です。私食べた後でこっちいいですか。あ、じゃあ食べて、うん、あ、はい、ちょっとじゃあ今回、今撮影してるのが4月の15日で、4月になると多分皆さんいろんな、まあ、新生活だったりとか新社会人とか新しいことを始める人が多いと思うんですけど、茶道ってちょっと知りたいなっていう方向けに、まあ、簡単な意味合いとか作法とかをお伝えしたいなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。まずですね、皆さん茶道というと、まあお菓子、これあとお茶、これまだお抹茶が入ってる状態なんですけど、がやっぱり皆さんの中で、まあ、イメージとしてあるかなと思います。で、今回のお菓子は普通の羊羹を簡易で、ここから開けていただいて普通に、はい、いただきます。ぜひぜひ。で、ここに、で、ここ今懐紙と黒文字って、まあぼかし器、はい、この懐紙っていうのが、お懐紙、懐かしい紙とか言って懐紙って書くんですけど、まあ、今回はいろんな使い方が本来はあるんですけど、茶道ではお皿の扱いというか、お菓子のお皿の扱いです。なるほど。で、これが皆さん黒文字っていう貸し切りですね。なんで黒文字かっていうと、黒文字の木っていうのがあるんですね。あります。そう。で、そっから昔はスプーンとかがないので、さすがに、そうですね、はい、そこの木からわーって切って、で、使い捨てで、使い捨て、はい、で、そうなんです。で、黒文字は抗菌効果とか、あら、なんかそういうこうかなりいい質のいい木でできているっていう風に言われていて、その黒文字っていう木から作ってるから、基本的には茶道のお菓子、貸し切りのこの木のやつは黒文字っていう風に、なるほど、黒い文字と書いて黒文字です。はい、で、お菓子を全然開けていただいて、はい、で、お菓子の種類も、そうですね、練り切りとかいろいろ東とかって、はい、お菓子があると思うんですけど、生っぽいのは、生っぽいというか、その柔らかいのは練り切り、はい、練り切りで、乾燥してるのが線の菓子というか、東というか、はい、で、別に、なんて言うんでしょう、お菓子、あ、多数値がお菓子は、その、まあ状況とかによって出す種類とかも違うんですけど、はい、基本的には季節に合わせたお菓子をお茶会に出すっていうのが通常です。ちょっと今回は簡単に羊羹なんですけど、全然羊羹でも、羊羹は生菓子に入る、羊羹は、その羊羹は確か歴史が外国なんですよね、そもそも。でも、その茶道ってもともとインド、中国からお茶が入ってきて、そっからこう歴史がいろいろ流れて今の茶道になってるので、まあ羊羹、まあいいです、まあ、はい、特に大丈夫、はい、大丈夫な感じで、もともとはその日本もそういうこう練り切りっていう文化がなくって、中国のもっと生っぽい感じ、あ、干し柿とかもすごい昔はそういうのだったんですよ。なので、ちょっとまあそういう文化が、で、だんだん皆さんもお菓子とかの技術とかができるようになって、今のスタイルにいろいろと変わってきてる。なので、すごい昔をたどるとやっぱり
そういうところに行き着くっていうふうに言われてます、はいはい、でお菓子なんですけど一応食べ方はあるんですけど、はい、ただ今回は特にないです。お菓子によって一応4分割して右回りで食べるとか一応あるんですね。一応私はそういうふうに教わりました、うん、あの流派によって違ったりするんですけど、はい、基本的には綺麗に合理的に美しく見せながら食べるっていうところが朝法としてあります。はい、で、お菓子は先に食べます。はい、いただきます。でお菓子は先に食べる理由としては実は、いくつか理由があって、まず、お茶を美味しく食べるために甘いものを先に食べるっていうのと、あとすきっ腹に抹茶をあの飲んでしまうと胃がすごい刺激されちゃって体にあんま良くないの で、っていうのもあるんですね、はい、なのでよくそのそうですとお茶会で時々見るんですけど、はい、お菓子半分だけ食べてお茶飲んで、で後でまたお菓子食べるって人いるんですけど、はい、一応作法的にはなんだろう、うん、正しくないかって言ったらそんなに正しい感じじゃない。ただ本人がそれで良ければ私はいいと思ってます。そうなんです、ね、はい、どうしよう、綺麗に合理的にあ、いいですいいですいいです。ちょっとすいません、一口大きい、はい、いただきます、うん、はい、でお茶会ではお客様の正客っていうあの一番のお客様っていうのがあるんですけど、その人が一口お菓子を食べたのを見てからお茶を立てます。なので私ちょっと 今からお茶を立てます。はい、はい、でお茶を立てるんですが、今回は水筒にお湯を持ってきたのでそこで階段で水筒にこういうふうにお湯を持ってやると、まあ、遠足とか野立てとかそういうのにもいいですね、いいですね、いいですよね、はい、で野立ての始まりは、戦国時代に武将が、うん、あのちょっとここでお茶飲みたいなっていうのが始まりで、将軍に確かそのお茶を立てるっていうので始まったって言われてます。そうなんですね。で結構その千利休が今の茶道のまあ親と言われてるんですけど、はい、なんか結構そうですね、皆さん大河ドラマで見ると結構千利休がお茶を立てるシーンとかあると思うんですけど、政治とかそういうのにも絡んでいたりして、そうなんか密談のイメージあります。あ、そうですそうですそうです、その大事な話をこっそりというかするみたいな、その場がお茶席っていう。あ、そうですそうです、ドラマ見てるとでもそういうの本当にあって、まあでもこの話で長くなってもう10時間とか20時間になっちゃうので小出しに聞いて、小出しに、はい、ちょっとその時はその解説 で、ね、ちょっとまたフルバージョン私めっちゃ美味しい。よかった。でお茶を立てる時に結構最初やりがちなのが、あの腕で皆さん振ろうとするんですけど、そうすると腕が疲れちゃうから、この手首わーってやるとすごい立てやすい。やってみます。え、いいんですか、せっかく。ちょっと待ってください、お菓子を。あ、全然全然、これを親指をこっちで、この右目で。大丈夫かな、左利きなんですけど、左やって大丈夫なのか、そういう時ってどう。あ、全然私はいいです。あの私そう左利きでやってる子いたんですけど、先生が強制的に右手でやる。でもそうすると疲れちゃうから、これ立てるぐらいだったら全然左で、今日は左でやらせていただいて、全然私はいいと思います、やりやすいので。親指ここあって、縫い目、はい、縫い目に親指で軽く持って、うん、で右手で添えてもらって、うん、でこう手首は前後に、ああそうですそうです、あ素晴らしい、あいい感じいい感じ、おお、
立ててる。すごい。これはゴールがどこだろう。大体10秒から15秒ぐらいですので、いいかなと思ったら1回その中で止まって、で、この中でのの字を書きながら、吸って、で、ここ添えると綺麗かな。あ、ですね。説明の仕方が。こうなんか、こうやってなってる。で、大体いいかなと思ったら、ここでのの字を書いて、こうやってやると、綺麗に見えるっていう。せっかくなのでじゃあちょっと見づらいからこぼれちゃう。じゃあ自分で立てたお茶をどうですか。いただきます、はい、あなんかお茶碗回す、そうですねちょっとこれはお茶碗が表と正面と裏っていうのが分かりづらいんですけど、はい、だいたい正面は絵柄がすごく綺麗な方が正面ですね、はいはい、で、基本的には絵柄がすごい綺麗な正面をお客様として自分がいる時は、それを前にして出されるんですけど、飲む時はそれを相手に向けるように回して飲みます、はい、なので飲む時はまあ、ここが正面だとして右手で取って左手で揃えてで大体2回半ぐらい回すと2このぐらいで見習ってで飲むって感じですね。いただきます。これ一気飲みとかしなくて大丈夫です。あ大丈夫です。残しても大丈夫です、はい、その辺から分から知らないでも大丈夫です。とする味特にでも自分で立てたからそっかさらにうまいそうね2回半。そうなんです。右手で回す。一応右手で回す。でそれも全部意味があって、そのお茶碗の正面を相手で向けるっていうことが相手に対しての尊敬を表していて、その尊敬を受けて、ありがとうございますって言って相手に謙遜の意味を込めるために相手に正面を自分に向けるっていう、そういうこう無言のやり取り無言コミュニケーションの、おもてなし、うん、そうですね、コミュニケーション、はい、コミュニケーションでもなんかこう家で簡単にこう抹茶立てられるんだって思ってもらえたら、はい、そうちょっとお湯とお抹茶と、そうですそうです、これが茶筅、茶筅があればいい感じ、うん、すごい。なんか数年前に私なんかニュースか何かに見たんですけど、はい、理系の女性がお茶立てるの木に立てられないししんどいっていうことで、なんか電動の本当にこれをグッてやってガーッてやってくれる、なんかそういうの発明してたので、まあそれを使ってもいいと思います、はい、面白いですね。面白いです。文明開化が起きているなるほど、はい、はい、皆さんもぜひお茶をやってみてください。帰ったら実は母がお茶ちょっとだけやってた。あ、じゃあ道具揃ってればあります。お抹茶で。お抹茶ちょっと。で、あ、こんなもんでいいんだって言ったら、いや、お茶いいんだろう。今日帰ったら田島はやってみます。はい、ぜひぜひ。インスタに載せようかな。はい。って感じで。一回閉めます。一回じゃあ閉め。今日はこれにて。なんだ。じゃあ次は。次こちょっとここに実は映って。お菓子また後で食べますね。漆の道具が実はスタンバイしてるので、その絵のお話をぜひぜひさせていただきます、はい、というわけでじゃあ第4回目、はい、また次回お待ちします見てください。見てね、さえちゃんさよなら。言葉のバリエーション増やします。